皆様おはようございます。ただいまご紹介いただきました、林田と申します。こちらは、議長にですね、議長が来て、ご挨拶申し上げるところですけども、今日は行事が重なっているんですね。まあ、議長からの祝辞をいただきます。ただ議長もですね、後持ってまいると思います。それから今日は議員の皆さんもですね、多くお見えでございます。まあ、私がですね、地元盛山ということで、議長の祝辞を代読したいと思います。その前に少しですけれども、先ほども山下会長から話がありましたけども、それから初の花はですね、その芸におられます山口邦子さんですね。今は亡きですけれども、本日の方が一株からですね、花を持ってこられまして、絵を持ってこられまして、登場してですね、こう上と戻ったのっていうことから始まったんですね。一株したかとでした。それから今はこうやって13種類もですね、作り上げていただいて、これはもう水田の会の皆様のお力通りでございます。本当に素晴らしいなと思っております。国道57号からですね、ここまでずっと花が続きます。春は桜がいっぱい咲きます。本当に森山いいところだなというふうに思っております。それでは、議長の祝辞を代読させていただきます。もう振ってしまいます。祝辞。第15回花子初祭りの開催にあたり、市議会を代表いたしまして、一言お祝いの言葉を申し上げます。会長の山下様をはじめ、ゆかの子水田の会の皆様におかれましては、日頃より発電の管理や森山地域の振興と活性化に多大なる個人力を賜っておりますことに対し、深く敬意と感謝を申し上げます。この花子初祭りは毎年夏の到来を告げる森山地域の恒例行事と開催されており、ハスの靴や水田が色鮮やかに花を咲かせることを心待ちにしている人が、市内はもとより市外にも大勢いらっしゃることかと思います。支援という地域資源を生かしたこのような祭りは、この地域住民の結束力を高め、地域の振興と活性化に大きく寄与するものであり、真のふるさと作りにつながると期待しているところでございます。今後ともこの祭りを契機として、明日や水田をはじめとした全員豊かな唐戸市がより多くの皆様に親しまれ、森山地域がより一層発展することを願っております。最後になりますが、唐戸水田の会の皆様にはこれからもこの素晴らしい唐戸市長を愛し愛し続けていただき、この祭りが今後とも盛大に開催されますことを記念し、また本日ご参集の皆様のご健勝ご多幸を心からお祈り申し上げまして、お祝いの言葉といたします。平成30年1月1日諫早市議会議長松本正則代表でございます。本日は誠におめでとうございます。